すぐ横を流れてる川なんて名前なの？川？そんなのあったっけ？お風呂場の横やあなたの仕事場の近くを流れているのは一体何？川。あの川名前ないかも。かも。え？あの川のこと話すときに困らないの？話さないもん。そうなんだ。しょうがねえな。ボクちゃん、じゃあおめえに名付け親になる権利をやっから頑張って考えてみろよ。あら、素敵じゃない。でも、責任重大だからな。変な名前つけんなよな。ほら、しげるったら。じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あんまり大げねえのに無理すんな。ボク君大丈夫？おばちゃん心配しちゃったじゃない。じゃないとすると明日だっけ？え？何の話？若い女の人から予約の電話があったの。一人旅でここの民宿に泊まりに来るんですって。あれ？やった！
約。さてと、今日は何の用？あのね、僕くん。君、今みたいに勝手に秘密基地に入ってきていいと思ってる？え？どういうこと？本当は、ダメなの？じゃあ、虫相撲で俺のクイーンカブトを倒せたら、正式に俺たちの仲間として認めてやるぜ。それまでは、見習い扱いだ。そういうこと。そうなんだ。でも僕がそのクイーンに勝てたら、この上の展望台に上がってもいいのかな？もちろん。ま、クイーンカブトは僕ちゃんがある程度強くなってきたら出してやっから、期待して待ってな。俺が相手ね。よし、行け！よしよしよし！いけ！もう一押し！頑張れ！ああ、悔しい！次、僕の番か。頑張れ頑張れ！負けちゃった。技レベルがアップしたよ。今度はどんな技を出すんだろう。じゃあ次は俺の番ね。負けちゃったよ。次、僕の番か。頑張れ！はあ、負けちゃった。じゃ次は俺の番ね。
コクワはなかなか育たないけど、最後にはすっごく強くなるんだ。なんつったって、やつの自分ボンバーは強力だよ。じゃあ、俺たちも元のところへ帰るぜ。ボクくん、またね。ねえ君、この辺でロケット見なかった？え？お兄ちゃんってもしかしたらロケット作ってる人？あれ？なんで知ってるんだろう？だってお兄ちゃん有名人だよ。そうなの？でも肝心のロケットはまだ全然ダメなんだけどね。当面の目標はとりあえずまっすぐに飛ぶロケットなんだ。僕のは固体燃料のロケットなんだけど、とにかくなんだか難しくて。そうなんだ。でもこの前試しに学校の計算機で推力計算をしてみたら、僕のロケットでも宇宙の高さまで上がる可能性があるんだよ。まあ実際には届くわけないんだけどさ。僕の名前はヨウって言うんだ。よろしくね。
僕、よ…よお兄ちゃん、ロケットに夢中って感じだったよ。そうなんだ。ねえ、今日はどこへ行けば面白い？はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで。今日は夕方の船着き場がおすすめよ。なんだかすごいことになってるみたい。どう？参考になったかな？さてと、光のおすすめもう一回聞く？じゃあ、また占ってほしく。
おい、僕、さっきカモメが飛んでいったんだけど、何か光るものをくちばしに加えてた。え、なんだろう。結構でかいんだよ。なんだろうね。ボクちゃん、もう釣りやった？港の中でアジみたいにキラキラ光る魚を釣りてえときはサビキ釣りの仕掛けだぞ。なんで？針に細工がしてあって水の中でキラキラ光るんだ。それを上下に動かすと魚が誘惑されて食いつくのさ。へえ、そうなんだ。アジだけじゃなくていろんな雑魚もかかるけどな。まあ、それも楽しいってことよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ねえ、ボクくん、うちの隣のちっちゃい川の名前どうなりました？考え中。そうなんだ。じゃあね、いろんな人の意見を聞いてみたらいいかもよ。例えば2階のお客さんのサイモンなんかはきっと面白いアイディアを出してくれると思うよ。サイモン？わかった、聞いてみるよ。サイモンはここで風に吹かれてビールでも飲んでる時が一番幸せだな。あれ？一番幸せなのって他に聞いたような気がするぞ。あ、そういえば写真ができてるよ。はい。わあ、ありがとうサイモン。あ、そういえば写真ができてるよ。はい。わあ、ありがとうサイモン。いいのいいの。一番幸せなのがたくさんあったらすっごく幸せでしょ。いいのいいの。一番幸せなのがたくさんあったらすっごく幸せでしょ。
てるやつのこと？これはね、うちのお父さんが音楽好きでいろんなレコードを集めてたんだけど、中でもこれは私のお気に入りってやつかな。ふーん、そうなんだ。ねえ、お父さんって何をやってる人なの？絵描きだったの。ほら、そこに飾ってある大きな絵もうちのお父さんが描いたんだよ。さあ、ボクくん、絵日記描いてお休みなさいしましょう。うん、おばちゃん、おやすみなさい。でした。ごちそうさまでした。ごめんください。あ、いたいた。誰もいないんじゃないかと思ってドキドキしたよ。あんた何者？自分から名乗りなさいよ、小学生。お姉ちゃんは大学生？まあ学生だとしてもおかしくない年と風貌ではあるけど。で、君の名前は？僕は僕。はあ？じゃあお前は今日から僕くんだな。それ正解だってば。変なガキ。ところでこのお姉さん、ここのお客さんだって知ってた？知らない。さっき正面玄関に荷物を置いてきたんだけど、呼んでも誰も出てこないんだよね。みんなでご飯食べてたんだもん。そうなの？じゃあまた玄関に戻ればいいんだね。そういうこと。はいはい、では行きますので、バイバイ。私の名前ヨシカって言うんだ、よろしくね。
虫探してるの？そう、俺たちは砂糖水を塗ってるから朝早くだといつもよりたくさん取れるはずなんだけど、今日はどうなんだろう。どうすればいいの？虫が落ちてくるように木を蹴っ飛ばすんだ。あと砂糖水が欲しかったら夜中に台所に行って自分で作ってこいよ。それでたくさん取れるの？うん、ちなみに砂糖水を使うときは三角ボタンだよ。虫を集めるにはどうしたらいいんだっけ。目が覚めたんだ。なんだ、意外に丈夫じゃない。
こんにちは。あれ？レディの部屋にノックもしないで入ってくるわけ？うん、だって子供だもん。へー、そうかいそうかい。ねえ、女子大生はいつまでここにいるの？それが分かれば楽な仕事なんだけどね。こんにちは。はい、こんにちは。ねえ、お兄さんは何をしている人なの？ね、サイモンは夕日の写真を撮ってる人なんだ。カメラマンなの？うん、写真家。そこにある本を見てごらん。それが私が撮った写真を載せてくれる本なんだ。へえ、そうなんだ。私はここの夕日がとっても気に入ったから、梅雨が明けてからずっとここで夕日を撮り続けてるんだ。いつまで？夕日が海に入っていくときにジュッと音がするでしょ。水に熱いものが触ったから？そうそう、あの音が写真から聞こえてくるまで頑張ろうと思ってる。ねえ、お姉ちゃんたちって泳げるの？うん、当たり前でしょ。以前なんて遊んでてお腹が空いたらさ、潜ってなんか取ってきて食べてたもん。ああ、どっかにかっこいい男の人でも落ちてないかな。Thank you.
ねえ、ボク君、おばちゃんと晩ご飯メニューの当てっこしようか。うん、いいよ。じゃあ、今日の晩ご飯は何だと思う？じゃあ、今日の晩ご飯楽しみにしててね。ねえ、これってヒントはないの？ね冷蔵庫の中がヒントになるようなならないような。みんなご飯よ。短い船旅ですが、皆様ごゆっくりお楽しみください。おばちゃん。はい、何でしょう。おばちゃん、大きなお風呂借りてってもいいかな。お風呂お風呂。いいわよ。じゃあみんながご飯食べてる間に入ってきな。ありがとうございます。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日の晩ご飯は海鮮かき揚げにざるうどん、新鮮なアジのお刺身とおじちゃんの好物でまとめてみました。残念、外れちゃったね。何を見てるの？なんでわざわざうちのお風呂に来るんだろう。ねえ、あなた変よ。だってサイモンって普通は名前じゃなくて名字でしょ。ポール・サイモンっていうくらいなんだから。そんな、私の大事なファーストネーム信じてくださいよ。名字は？ライヒ。ドイツ系？そう、生まれも育ちもオーストラリアだけどね。ライヒならいとこの結婚式で食べたよ。おお、サイムの名前食べられない。それにしてもあなた日本語上手ね。うん、優秀な先生がいるからね。あれ？中国の果物かな？先生って誰よ？秘密。なんで？恥ずかしいから教えない。ライチだ。それは中国の果物でしょ。あれ、サイモンのフルネームは？サイモン・ライヒです。よろしく。うん、よろしくね。私ヨシカって言うんだ。
ねえ、あなたの日本語の先生ってもしかしたら彼女？いじめないでくださいよ。